あ、チンベルが出してない。ああ、そうだ。行ってこい、チンチン。誰がチンチンだ。チンチンだろ。海外の犬じゃないんだから。海外の犬って言ったよ。禁止ワードだったわ。今年のカブトの。どこに入ってくる？はい、ああ、サイド。ああ、はい、はいはいはい。これ用に買った、人生ゲーム用のバッグを買ったから。これでこのね、できるようになりました、レンタルスペースでも。いいスペースですね、本当にね。すぐそこが玄関ですからね。確かに。ね。いつでも入ってこれますね、誰でも。そうだね。ああああ今編集で過去の。チンシュがね、流れてる、頭に流れ込んできてる。あーいや、ブーンじゃなくて。ブーンって外のラブホ。この家以外全部ラブホなの、この辺は。そう。そう。やっぱ4月はラブホ回収の時期ですから。なんでやっぱり、経験上エッチしてる場合じゃないから、スカスカなのよ、人生。ラブホが人生ちょっと加藤鷹すぎましたけどはい、はい、加藤鷹だっけ、ゴールドフィンガーの加藤鷹はあれだっけ、あの世界仰天ニュースでめっちゃ痩せた人だっけ違う、それ加藤大ね、あ、加藤大か、加藤鷹が合ってたか、痩せても100キロあるんだ、ノンフルじゃなくてねそう、この皮が加藤大の話、いい皮がいい800って、はい、800最後に残った数字、前回800なんか計算したらしいですけど時給かな青森じゃねえか、おい、いいだろ別に、もう今ダメだからね、900円ぐらいまで上がってるから、そうだね、よし、インボイス対応って入ってたら見ちゃうもんね、そう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 、これ墨括弧インボイス対応って書いてあるからインボスですかってなるよね、何が今の言い方インボスってなるよね、なるけど、はい、怖いな、ちょっと確認しますおすいません、お間違えです、どこだどこだ、え、確かに医師が初めてだから、そうですね、え、もしかして医師って納税金、あ、あり得る、やば、お坊さんみたいな、お坊さん納税金、え、ちょっと複雑だけど、比較的そうだったはずですよ、全然国のためになってないじゃん、いや、国のためじゃないからね、みんなのためだから、あ、人間のため、そうそうそう、国に縛られないという、なんか鳴らしますよ、グーじゃないか、ホッポあ、そう、いっぱい食べてきたんだ、食べてないから鳴るんじゃない、空洞があるでしょ、あ、そう、お、くれないだこれ大丈夫、誰のお腹叩いてよしきでしょよしきが自分のお腹叩いて、いや、やってるけど昼食った後絶対やってないけどそんな満腹だって満腹だけどそのパイナップルくださいよ、くれないんだポコ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 、あれね、かわいい俺がね映るのか、これおしゃれだね、なんか人生ゲーム撮影の時の風景って感じ、あー、はい、ちょっと待て、え、相席食堂、やばいやばい、おかしくなった、あー、いくらだったっけあるけど、あー、やばい、いくらだったっけあー、2万3000、まあ、こんなもんか、まあ、そうかも、4万すごいね、失礼失礼、はい、これ20分かかってますからねいやいやいや、やばい、そこまでじゃないよということで、借金マイナス4万ドル、マイナス3万4200ドル、でもチンチン技術が一番発展してるのってどこなんだろうね、どうなんだろう、やっぱでも整形で言うと韓国、そうだ、美容整形強いそうなイメージ、はいはい、韓国ですよ、行ってきます、短いな韓国までのファーストクラスね、えちょっとじゃん、ちょっとだけどさ、やっぱ編集もしたいじゃん、編集チンチン委員長、いやいや、そうだよ、編チン、編チンやってますよ、 YouTube チャンネルも、あ、そうなんだ、うん、何人ぐらい登録者数いるんですか、46万人いますよ。すごい伸びたね。今の。いやいやいや、チンチンだけにね。いや、じゃないですよ。いや、いってないですよ。皮がね、じゃないですよ。はい。はい。はい、失礼しました。はい。じゃあ、お宝。お宝鑑定団やります。お宝鑑定団やります。
あるから、お宝鑑定団っぽい曲が。ああ、そう、いいね、うん。このレアフィギュア、本物でしょうか。あ、なるほど、いくらかっていうね。まあ、フィギュアね、今高いからね。じゃあ、基準として、やる気ボタンが5000ドルという情報はいただきます。ピンとこないって。やる気ボタンの相場感ないから。発明ですよ、これは。そうですね。それで言うと、まあ、3000、あ、オープンザプライス。1、10、100、1000。3000ドルだと思います。じゃあ、違う違う違う。あ、今8000ドル、高え。な、これつまんないね。なんか、言ったもん勝ちだもんね、この宝トミーの。確かに、根拠がないから。あれ見てみる？確定申告ゲームの中身開けてみるよ。ああ、確かに、ね。あ、いいね。こちら。ちょっと、ほんとちっちゃいよね、最近の。そうだ、カタンのサイズをね、ね、覚えてると。かわいいね。いいね、親しみやすい。税務調査って書いてる。ちゃんとやっぱいじってるね。恐怖の刺さってる。そう、ね。言っちゃうなよ、本当にこれはもう俺らを見て作ってる。まあ本当。違う。間違いだし。軽減、軽減、軽減は全てを超える。無申告、過少申告全て一緒に。ワンピース。ワンピースかい。無申告。コイン。これが無申告コインだ。過少申告コイン。コイン、コイン。オンザクルーズ。We are. あ、1ドルだけ足りなかったんですね。そう。かしこまりました。確認させていただきます。いける？誤差なんすね。少々お待ちください。確認させていただきますね。誤差なんす。そうなんすみたいな。誤差。誤差なんす。誤差なんす。誤差なの。そうなのどころか。誤差どうなんす。いや、また、いや、ロケット団のポケモン全部言わなくていいから。誤差中。俺、こっち陣営にも誤差がいた。誤差中。誤差ー、うん。はい。エブチリン。わかんない。なんでルビサファンの頃なの。か逆に目つけられないんじゃない？さすがにね、こういう動画を上げてさすがにですよねっていう。いやでもほんと確かに興味本位で調査されちゃうかも。まあ確かに、どの企画と混ぜようかな、国税の人来たら。やっぱ排水口ゴルフ。なんで税務調査中に排水口ゴルフやってみた。おもろいけど全部面白い。国税、まあ、税務調査中に津軽弁クイズやってみた。税務調査中にマネキンゲームスやってみた。まあ、そうかね。株計算待ち。株持ってます結局今。持ってます。すごいね。売らない。売ってませんね。無印良品の株持ってる。ええー、それって言うのっていいんだっけ？インサイダーにはなんないんだっけ？なんないね。ああ。株とが言うってことを分かってて、うん、俺が。まあ確かに。株こそインサイダーだろう。そう言われるとそうか。俺の影響力がえぐくて。すごい、インサイダーって結構線引き難しそうだよね。でもやっぱ、いや、いいんじゃない？社内の人しか知り得ない情報を、はいはい、っていうところがやっぱでかいから。でもだから、ジェームズ・マイケルなんかわかんないけど、言う。何の名前言ってもいいの？タッコス・ゴリゴン。タッコス・ゴリゴンでも、タッコス・ゴリゴンとジェームス・ゲームスが、そういうコラボで、この株の話をしますって分かってた、もうすごいの。8億人だからチャンネル登録して。はいはいはい。ね、絶対、そうだね。株価上がる。これは許してあげないとさ。まあね、うん、唇鼻についてますよ。いやいや、クリームほっぺについてますよみたいな感じで言ってるけど。じゃあ取って食べてよ。楽しみにしようか。なんないよ。なんないか。びっくりした。出ま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 した。ドラえもん、ドラえもん。出ました。出ました。
すっかりインボイスのことは忘れてましたね、途中からね。そうです。ああ、はい。だって火星に移住だって、チンチンビルを火星に、ね、火星なんてもう、ぴったりじゃない、方形に。はい、ね、かかっちゃってる。その広告みたいなもんよ、もう、火星にあるという。ね。うわぁ、これ経費にできたんだなでかいね、火星に。でか。25万ドル。経費。いくら ?2000 万 ?3000 万 ?3000 万経費って、夢だね。あ、そうだ。夢だよ。そちらの業界ではそう。だって、その年の利益なかったことにできるもん、これで操作。ああ、なるほどね。うん。てか、なかったんだもん、多分。この移住した年は。そう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 。これを、プライベートにするかどうかっていうのは非常にでかいんですね。むずいね。むずいね。で、ゲーセンで神と呼ばれる。3万ドルもらう。イェーイ。ちなみにこの3万ドルというのは何の？まあ、これは賞金ですよね。仙台にあるカフェドルシールでも今ね、伊達ワングランプリっていうやってるけど、お笑いで優勝したら、今48万円ぐらいもらえるのかな。それみたいな、このお店が頑張ってかき集めた3万ドル。かしこまりました。いただきました。一時所得と考えるのがよろしいんではないでしょうか。今回初だな、今夜で。それで、ちょっと覚えてねえわ、そこで。はい。実際の半分の金額が課税されると。ということになります。で、先ほどの、お仕事の分も、確定申告で含めて計算していきますので、お仕事の分の5779ドルとお伝えしましたが、これがちょっと増えます。うん、8696ドルとなります。はいはいはい。はい、改めまして、お納めください。はい。で、これはもう納めないと言ってるので、はい、なんか納めない額が増えました。はい。便利だなぁ。キャッシュレスですね。キャッシュレスって。時代だなぁ。時代だなぁ。税務署来ていただきましたので、こちらの方で申告書作らせていただいて、この金額で、決めていきたいと思います。ごめんね。いえいえ。犬系？犬系脱税。無申告でごめんね。ごめんね、じゃすまない。来たよ。私が来たよ。オールマイトみたいに。犬系オールマイト脱税。多いごめんね。私が来たから、軽減税率だよ。ああ。ということで、真面目に収めてください。あ、そう。はい、